それではここからは東北の絆のコーナーです。このコーナーは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。今日の東北の絆、ボランティアバスツアーのことをご紹介していきます。陸前高田に出発する便が間もなく、皆様からのその募集をねしていて、そして出発の準備を進めているというそのお知らせです。募集開始、陸前高田20便、今までもう19便のバス便で東京の応援をしていらっしゃった皆様なんです。神奈川災害ボランティアバスチームホームページから皆様にご紹介しています。2017年5月19日から21日まで、5月9日にはその事前の研修会も行われます。第20便陸前高田に復興支援ボランティアで行くこの便は、陸前高田市復興サポートステーション、陸前高田市復興サポートステーションと共同し、思い出の品の創作活動や農業漁業支援などを引き続き行っていきます。また活動終了後は気仙沼に立ち寄り、温泉での入浴や夕食の時間を取ります。本便の乗降場所は平塚駅、東京駅、横浜駅の3カ所です。ボランティア参加には事前研修会の参加が必要となりますので、その、研修を受けてから参加お願いいたしますということです。5月19日の金曜日、平塚を20時に出発します。平塚駅北口、ホテルリブマックス前、出発場所などがこのように書かれてあります。横浜は横浜駅西口天理ビル前、東京駅は八重洲口ヤンマービル前です。ツアー代金1人13,000円、25歳以下は参加費補助制度もあります。活動内容は、陸前高田市復興サポートステーションに朝到着して、そして9時から活動を開始します。夕方の3時に活動を終了し、4時15分から今度は陸前高田市復興サポートステーション途中の道の駅高田松原と一本松茶屋へ立ち寄ります。17時45分には気仙沼お魚市場で入浴食事休憩、そして夜にまた出発して朝東京駅八重洲口に到着し、その後横浜駅に到着し、最終平塚駅には6時30分に到着するという、まあ、そのようなこう日程なんですね。金土日というふうにね、かけながら陸前高田市を訪ねて、そして復興を応援をするというこのボランティアバスツアー、どうぞ詳しくは神奈川災害ボランティアバスチームホームページをご覧ください。神奈川災害ボランティアバスチームは、神奈川災害救援ボランティア活動支援室に登録したボランティア団体で、これまで神奈川東日本大震災ボランティアステーション並びに
NPO 神奈川災害ボランティアネットワークでのボランティアバス事業での活動に関わっていた有志を中心に、これまでの活動を継続しているボランティア団体です。ただ、ボランティアステーション並びにステーション事業を継続した KSW 主催のボラバス事業は2013年10月をもって区切りをつけました。しかし、東日本大震災によって被害を受けた地域にはまだまだ支援が必要とされるところがあります。また東日本大震災後も台風、集中豪雨などの突然の天災により甚大な被害を受け、一日も早い復興を必要とする地域があります。私たちはできることを通してお役に立てるような活動を継続したいと考えています。現在もあの日のことを忘れない、一日も早い震災復興を願う思いを忘れなく、多くの仲間、そして新しい仲間が災害ボランティア活動への継続を望んでいます。神奈川災害ボランティアバスチームは、これまでのボラバス活動に集まっていただいた多くの仲間によって形成されたネットワークを大事にし、被災地支援を継続することが重要と考え、2013年11月1日に発起しました。10月に一旦区切りをつけたけども、また11月1日に新しく立ち上げたっていうことなんですね。神奈川災害ボランティアバスチーム、さまざまな形でこのボラバス募集をしていますのでね、詳しくはぜひホームページをご覧になってください。昨年度もたくさんのところに行って、その活動報告も挙げられています。例えば3月17日には、今年の3月17日にもですね、第10機便として陸前高田市を訪ねました。活動人員は32名でありました。詳細ということでね、その報告が載っています。写真とともにですね、掲げられてあります。松林再生のための竹の加工作業、運ぶ切る松の苗の防風柵になる、道の駅高田松原にて平成26年に建てられた一本松の碑、一本松の写真も載っています。復興屋台村は20日でおしまい、結構にぎわっていました。みんなで記念撮影もしています。今回の活動は住民の方と直接触れ合うことができ、結果感謝の言葉もいただきました。参加者の皆さんにとっても大変有意義な活動になったと思います。平成28年度はボラバスのこの便で終了です。そしてまたこの後5月に始まるということ、皆さん本当にありがとうございました。来年度も続けてボラバスを出します。引き続きよろしくお願いしますといただいています。このような活動続けていらっしゃる応援がいろんなところにあるということね、このラジオの絆でも伝えていこうと思っています。先日お会いしましたウクレレサポート協会の山本さん、レレサポと略しますが、この山本さんも音楽を通して心の支援活動を続けていきたいというふうに述べていらっしゃいました。もしかしたらこの後は継続ということはもちろんですが、心がキーワードになりそうだというふうに私も感じています。ウクレレサポート協会の山本さん、ウクレレを持って東北を訪ねてね、みんなと一緒にウクレレ演奏する、ウクレレって簡単だからちょっとだけ習うともう弾けるんだそうです。この番組東北の絆にも5月27日の土曜日をご出演の予定としていますのでね、ぜひともこちらも皆様応援してください。あなたの近くで継続して応援を行っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、どうぞ東北の絆宛てご紹介ください。お待ちしています。今日の東北の絆のコーナーでした。このコーナーは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りいたしました。